河村貴雄、河村貴雄、河村貴雄、嘉永五年四月二十六日、千八百五十二年六月十三日、昭和九年、千九百三十四年五月十六日、は、明治期の洋画家。洋名は正五郎、忌名は、治宏氏、長、広、通称、西米、郷日児明治洋画の先駆者の一人。近代日本絵画が洋画と、 日本画に分かれていく最中にあって、両者を接中し、ベネツヤなどで学んだ、堅実な油絵技術をもって、日本画的な画題や表現では風の油絵を描く、独特の画風を示した。江戸高島地表二番町方言坂上において、五庭版の家系でお勝ち頭を務める、河村木本修正の長男として生まれる。河村家は、初期の五庭版の17名の一人。 河村新六を外し、祖祖父、治富の代から分かれた分家であるが、祖祖父、祖父と奉行職を務め五庭番家筋の中でも、名門の一つであった。祖父、河村長成、長鷹は、初代新潟奉行、大阪町奉、奉行、長崎奉行などを歴任した優秀な幕臣で、後に、勝海舟は、三河武士の美風を残した侍の一人として挙げている。 祖父の活躍が長かったため、七木本はあまり出世していないが、後の明治25年、1892年、旧自諮門六、岩波文庫にて、自身の体験を詳細に語り、五庭版に関する貴重な記録を残した。7歳の時、住吉派の越師住吉内記に入門。2年後祖父の大阪東奉行就任に伴い、大阪に赴き、南画家の田野村直入に教えを受け、 江戸に戻ると、田安すの絵師で、花鳥画を得意とした、春木南明に指示する。文久三年、1863年、英学留学のため改正書に通い、その画学局で、高橋雄一、川上東外、宮本三平から西洋画法を学ぶ。ただし、これらはあくまで武士の足並みとしての習い事であり、清和絵を描くのは好きだったものの、 この頃は当然のように党たちの後を継ぎ御庭版になるものと考えており、将来画家になるとは思っていなかった。一方、後年期用は、祖父が長崎奉行だったつながりから、幼少の頃から身近にコーヒーやバター、フランネルなどがあり、これが油絵を描く原因となったと回想している。また、祖父は絵画に関する造形が深く、各地の縁国奉行を歴任する中で、 その土地の優秀な画家たちに多くの作品を描かせたといい、この祖父の優れた新美顔と芸術的才能が器用に受け継がれて開花したと言えるだろう。明治元年1868年、徳川家里の奥詰めとして使え、いわゆる将軍語学優、翌年家里に従い、静岡移住する。ちなみに、静岡移住族の美顔美女番付、 花セリ見立て図網では、前頭に器王の名が載っている。大久保一王、勝海舟らの圧戦により、明治四年、1871年三月、徳川総家旧憩生として、器王他五人で渡米する。戦中、加藤選出での待遇の悪さに耐えかね、大半の日本人客が上等に移った後でも、見苦しきこと花ははだしとし、船底で寝起きし、船内の様子をスケッチに残している。 本来は、政治や法律を学ぶための留学だったが、渡米前後に、周囲から画祭を認められ、大久保一葉は旅立つ気用に、迷わなくて、何でも一つぜひやってこんじゃならん。お前は、絵が好きだから、絵だけやってきていいから、邪道に迷わないようにしろと、後押しされた。後に気用の妹ふさ子と結婚する、富山正一の勧めもあって画家になることを決意する。 日本公使館の初期館で画家のチャールズ・ランマンに学び、この時、ランマン宅でホームステイをしていた、津田梅子の看病をしたが、マシンを移されて困ったという。明治6年、1873年パリへ展示、アレクサンドル・カバネルの弟子、オラースド・カリアス、ホレス・デ・カリアス等に学び、アカデミズムの歴史画制作のありさまとその思想を吸収していったと思えれる。この年、 明治政府は海外留学生の一斉帰国を命じたが、河村は私費留学生として残る。また翌年頃にビルイコールダブレーに住むカミーユコロを訪問したとも言われ、後の起用の風景画にその影響を見ることができる。明治9年1876年2月イタリアに移り、ベネツア美術学校に入学する。同年、パリでは企業と一緒に生活し、 一足先に帰国していた宇都宮三郎が、紙幣頭の徳田を良介に推薦してくれたおかげで、起用は、紙幣量完備留学生として採用され、月給10円と年間授業料として1000円の給料を受けられることにな。当地では留学生としての責務を果たすべく、基本図像が建築図、装飾図案のコースを履修し、事例に従い、日本に定期的に作品を送っている。 その傍らベネツィア派の巨匠たちに学び、特にティエポロを数形したという。異国の学校生活にも溶け込み、後にベネツィアの現代生活と風景に着目した絵を描いて名を馳せたエットレテートや社会批判に満ちた作品で名声を得たオレステ・ダ・モーリン、レステ・ィ・ディーエー・モーリンと信仰を結ぶ。起用は後年までベネツィアでの生活を懐かしみ、 日本に帰った後もその情景をしばしば描いた。明治十四年、1881年再三の留学延期願いが却下され帰国する。その去り際、は、師匠格として交流があった、スペインの画家、マルティン・リーコ・オルテガから、日本趣味を失わないようにと、花向けの書簡を渡されている。リーコは、ジャポニズムを好み、器用に、汝は、日本人である。 日本人は実に衣装に富んで、筆に器用なものを持っている。それを捨ててむやみに西洋を取りたがるのは間違いだ。日本人は日本のを立てて行かなくちゃいけないと語った。こうしたリ子の言葉を器用は後々まで自問し、日本人らしい油らいとは何かという壮大なテーマに終生取り組むことになる。翌十五年、千八百八十二年大倉省。 印刷局に彫刻技師として勤務するも、一年を待たずして辞職する。理由として、恋愛絡みや親とい外国人清掃音との確執、河村と同時に、青年高数十名を解雇していることから、管理と職工との衝突が考えられる。明治16年、1883年、勝改修から、徳川家代々の肖像画制作を依頼され、価値の援助により、画質。 心か働房を建設する。勝ちから器用の顔が、児童のようだからという理由で、児童の号を与えられ、一時は、勝ちの家に寄宿する。明治十八年、千八百八十五年、麹町中六番町で、画塾を開き、東条翔太郎を助子として弟子に教えた。教え子として、石川金一郎、桜井忠武、塚本律子、小田和馬らがいる。なお、 弟子ではないが、器用に西粛し、器用二世と自称した鈴木から須川という絵師もいる。明治二十二年、1889年、明治美術会創立に参加、同会解散の後は、明治三十四年、1901年、東条翔太郎、石川金一郎、石原白道、二世、五世田法隆らと、友絵会を結成する。明治年に、東京美術学校に、 西洋画家が設置されるが、これに企業は加わっていない。これは企業が、幕臣出身で、美術学校が、黒田清輝や役目慶一郎らの薩摩藩や、佐賀藩出身だったのと対象を成している。反面、反伐政治に反感を持つ、旧幕臣たち、特に海軍関係者の間に、熱心な河村ファンを多く作ることにもなった。また、企業の義姉の子と結婚した。 エバラソロクの圧戦により、三井系をはじめとした実業界にもファンを獲得している。昭和9年、1934年、天理教祖、中山美希の肖像画制作のため赴いた天理市で、脳血戦により死去。開名は、太陽院伝心家寺、同企業大古寺、墓は、新宿二丁目にある小寿院。気用が留学中に受けた西洋画教育は、 フランスのアカデミック美術やベネツィア派の系譜を引く壮麗な装飾画といった極めて正当的なものだった。しかし、帰国後の起用は日本的伝統を重んじ、絹や屏風、金箔、銀箔など日本画の材料と手法を積極的に取り入れた。日本家屋に適した縦長、横長の画面形式を用いて季節感を生かし、筆色の咲いた独特の画風を示した。 反面、用は晩年まで名部を厚塗りし、暗部を薄塗りするなど、西洋の伝統的な油絵技法を用いて描いている。そのため、絵の具の固着力は良好で、油絵らしい緻密なマティエールを持っており、保管環境が劣悪な作品でも、損傷の程度は低い。多くの洋画家は晩年になると、油絵具の粘着性を嫌い、テレピンなどの揮発油で水彩のように薄めて描く例が、 しばしば見られるが、器用は例外であった。器用は、油は、ポピーオイルを用い、リンシードはほとんど使わなかった。筆は、油彩のものと綿相筆を半々か綿相をやや多く、用い、ペインティングナイフもよく使った。白は、シルバーホワイトを常用して、ジンクホワイトは全く用いなかった。ところがこうした、器用の作画姿勢は、 当時の日本の美術界に確立しつつあった、純粋美術としての概念規定を基準とするとやや、外れており、絶身的油絵、エセ降臨的装飾が、肺画的作品であり、剥ぎ合わせなり、縫えなりと厳しい評価を浴びせられる場面もあった。一方で、器用の和風洋画を好意的に評価する声もあり、口述する新小説で名を連ねて、仕事をしたこともある、カブラキは、 河村氏は、明治期洋画界の尖閣で、油絵の絶身と言われ、油彩で、法律から是神、絶身、商廷と伝わった江戸好みの工芸趣味を特色とした、人で、鮮明な色彩と渋い味わいとを巧みに調和させた、得意な存在だったと述べている。企業自身は、柴田絶身を尊敬していたが、エセ絶身や、油井の絶身と呼ばれることに不満を持ち、 是信の上をいまいちそうゆかなくちゃならんと思っております。と述べ、別の談話では、今の日本画は、脆弱なものばかりだが、自分は、古方岩、かのもとのぶ、また平、岩様たべえ、おもんみぜん、いねんすなわちたわらやそうたつ、光輪のような強い作品を描きたいと語っている。一方で、器用には、本の想定装飾家としての側面もあった。特に、新小説の表紙を、 通常は長くても一年で交代となるところを、明治三十二年から四十四年の十二年間で、足掛け六年間担当しており、同志が器用を高く評価していたことが伺える。当時の雑誌の表紙は、図案的な模様や、日本画的な線描を主体とする絵が多く、日本画、浮世絵系の画家のみならず、洋画家の話題英作や浅い、ただし、小山翔太郎らも例外でなかった。しかし、 企用は4、5回しかするず色数に制限がある。当時の石版画において、その性質をよく理解し、積極的に水彩、油絵的な絵画表現を取り入れた特色ある、想定を施した。これは、気用持ち前の美的センスも、去ることながら、印刷局で彫刻技師として働いた経験が生きたことや、明治後期の美術印刷はそれまでの木版から、 石板に重心が移り、ちょうど技術レベルがピークに達している時期と重なっており、器用の絵画的表現を正確に印刷できる石板工が育っていたためだと考えらる。器用作品をまとまった数所増しているコレクター、美術館として、福富太郎コレクションや栃木県の実業家、青木東作のコレクションが寄贈された中川町、馬藤広重美術館をはじめ、 静岡県立美術館、笠間日動美術館、目黒区美術館、江戸東京博物館、京都の星野画廊などが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。